三輪明宏バラ色の日曜日スペシャル愛の手引き書2015あハッピーニューイヤー、ごきげんよう、三輪明宏でございます。明けましておめでとうございます。 TBS アナウンサー安藤博樹です。いやー、三輪さん、はい、今年もよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。はい。まあ、そして今、ごきげんようとおっしゃいましたけれども、はい。その、番組のナレーションの最後に、ごきげんよう、さようなら、これで締めた、花子とのナレーション、はい。ユーキャン新語・流行語大賞トップ10入り、おめでとうございます。まずはおめでとうございます。ございます。それがね、私とても嬉しかったのは、はい。なんとね、原宿や渋谷あたりのロリータファッションの子たちがね、はい。出会いとね、別れるときにね、ごきげんようって言って、言ってるっていうのを聞きましてね、はい、とっても嬉しかったんですよ。そうですよね。久しく日本からこの挨拶消えてましたからね、それまた復活したということですね、このドラマをきっかけに。中園さんにしてみればしてやったりだと思いますけれど。そうですね。もうまだご紹介もしてないですが、隣でクスクス笑ってらっしゃいますけどね。さあ、この番組は TBS ラジオキーステーションにお送りしている三輪明宏バラ色の日曜日の新春恒例スペシャル版です。三輪さん、改めまして今年もよろしくお願いいたします。こちらどうぞよろしくお願いいたします。そして今年も素敵なお客様をお招きしております。先ほどもお話に出ていました NHK 連続テレビ小説花子とアンや大ヒットドラマドクター X などを手掛ける脚本家中園美穂さんです。中園さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。正月から読んでいただけて光栄です。おめでとうございます。ありがとうございます。さて、今回は美穂さんがぜひ中園さんに出演いただきたいということで実現したわけなんですけども、まずは中園美穂さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。ご出身は東京都、日本大学芸術学部をご卒業後、会社員そして占い師などを経て29歳で脚本家デビュー。その後、松嶋菜々子さん主演の大和なでしこ、篠原涼子さん主演の派遣の品格、米倉涼子さん主演のドクター X、外科医大門未知子などなど数々の大ヒットドラマの脚本を担当。昨年は三輪さんがナレーションを務めた NHK 連続テレビ小説花子とアンの脚本を手掛け、関東地区の平均視聴率がなんと 22.6%、 過去10年間の朝ドラで最高記録をこれは達成したということなんですね。三輪さん、ナレーションを担当した花子とアン、まずは中園さんの脚本いかがだったでしょうか。私が聞くのも失礼なんですが、私はね、申し上げられても僭越なんですけれども、ね、全部基本通りに作ってあるんですね。で、一話一話にね、必ずね、はい、クライマックスがあってどんでん返しがあるんですよね、はい、これ一話一話ね、あの短い15分の間にね、それをね、仕掛けを作るっていうのは並大抵のことじゃできませんしね。で、そしていろんな階級の階層のいろんな方たちが見えてらっしゃいますから、はい、その方たちが喜ぶようなキャスティング、うーん、で、例えば若い女の人たちがね、ご覧になるように、で、男の人たちがね、全部素敵に魅力的に見えるように書いてあるんですよ。うーん、脚本でね、吉田鋼太郎さんなんていうの、まあ、でもご婦人方の、ね、意見を聞きますとね、はい、そうした、ああいう人に抱かれたいよって、そういうふうに。だって、はい、吉田さんとはそんな美男子ではいらっしゃらないんでしょ。平成のモズというドラマに、ね、出ていただきました、はい、だけどそれがすごいめくるめくようなね、セクシーさに見えるということは、はい、中園さんのやっぱり陰謀ですよ。もうね、中園さんがもうずっと絶賛の嵐を受けてると、どうしていいかわからないという今表情をされてるんですけど、もう絶賛今シャワーを見ていかがですか。中園さん、本当に日本の超一流の男性をご存知の皆さんにそういうふうに言っただけたんで、もうちょっと恐縮してましたけれど、やっぱり長いものなんで、私も初めて挑戦してヘトヘトになるんですよ、書いてて。そうするともう怠け者なので、パッとこう逃げ出したりしたくなる日もあるんですよ。その時になぜかいつも皆さんからお電話いただいて、心強くね、励ましていただいて、私そのおかげでなんとか逃げずに
書き上げられたと思ってます。どっかにこう仕事部屋に隠しカメラで見てらっしゃるんじゃないかと思うぐらいもうやだってこう叫んだりすることあるんですけど、はい、そういう時に必ずなぜかごきげんようってお電話くださるんですよ。全くの偶然で。そうなんでしょうけど何か見えてらしたんじゃないのかな。三輪さんだと偶然ではなさそうな感じしますよね。はい、本当に何度も救われました。うーん、私はお邪魔虫だと思ってましたんですけど、とんでもないです。